その人生が大きく変わるかもしれないなと思って、このスキルをやれば得ることができる。判断いただきたいなと思ってます。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回はゼロプラスゲートさんとのタイアップ動画なんですけども、孫世田さんと営業面接対決をさせていただきます。孫さん、よろしくお願いします。お願いします。実際に今日面接官をしていただくゼロプラスゲートさんを運営されているお二人です。株式会社トマップ代表取締役の村上と申します。株式会社トマップで今人事させていただいております、穂積と申します。今回は営業面接の対決ということで、お二人の方からその商品の紹介を一旦受けて、僕と孫さんの方から営業をさせていただいて、どっちの営業が買いたいと思ったかっていうのをお二人の方から判断いただけたらなと思ってます。営業のなんか極意とかコツってありますか？相手の考えてることが分かるっていう、うん、これがやっぱ大前提になってますね、うん、今嫌がってんのか喜んでんのか、うん、緊張してんのかっていう、人を見てこの人はどうなんだっていうところは必要ですね、うん、絶対に相手の気持ちが分かるっていうところが大前提大事で、 その上で孫さんが意識してることとかってありますか？まあ私がっていうよりかは、そこがまず分かるっていう、次何を求めるかっていうと、私はオフェンス力、目を見てしっかり買ってくださいと言えるかどうか、うん、女の子にしっかり告白できるかどうか、自分から、はい、この緊張というかビビると思うんですけど、うん、このやっぱビビりがないやつっていうのは持ってると思いますね。そうです、まあ、そういった営業のプロの本さんに今日は頑張って勝とうと思います。実際今日売らせていただく商材の説明であったりとか、どういう人を求めてるかみたいな話をちょっと簡単にお話しいただいてもいいですか？今回お手伝いさせていただくサービスっていうのがゼロプラスゲートっていうものになります。それではじゃあ営業面接を開始させていただきたいと思います。ターゲットなんですけども、これまで何もこう経験のないような大学3年生に対してゼロプラスゲートというところをセールスしていくというイメージでよろしくお願いします。ちなみに今就活生だと思うんですけど、今の状況ってどんな感じですか？今はバイトとサークル、あとは大学の授業の3つを行っているような状態です、うん。今実際に就活は始めたりはされてるんですか？周りが徐々に動き始めて、うん、就活に興味はあるんですけども、まだこう業界とかまで定まってないような状態です、うんうんうん。大手かベンチャーかだったらどっちに行きたいなとかってもあったりしますか？自分は大手がいいなと思ってます。おー、じゃあどういう人になりたいなとかはありますか？かなりこう自分で収入があって、うん、こう家族とかも安定して守れるような大人になりたいなとは思ってます。今不安なこととかってありますか？不安なのは情報とかっていうのはまだ少ないので、うん、本当に今このままサークルとバイト授業だけで自分は大手に行けるのかっていうところはすごく不安ではあります、うんうんうん。僕個人としては、まあ、そもそも大手になぜ行きたいのかとか、どういう人生を送りたいのかっていうのがやっぱ一番大事だなとは思っていて、だからそれを探すきっかけにとか、その探す上で大事なことって何だと思いますか？自分からこう動くこととかですかね、うんうん。おっしゃる通り僕もその通りだと思ってまして、やっぱ実際の行動とか経験することが自分の人生を考える材料になると思うんですよね、はい。なので今の穂積さんの状態としては、その判断材料がまず少ないっていうところがやっぱ一番の不安に思ってる原因なんじゃないかなと思いました。で、今回ですね、提案させていただきたいのは、そういった穂積さんの人生がより良くなるようなきっかけ作りをできたらなと思って、今回お話しさせていただけたらなと思うんですけど、ゼロプラスゲートっていうサービスは結論プログラミングスクールなんですよね、はい。プログラミングにそこまで興味ないなっていう主張であったりとか、そもそも自分がプログラミングに合うかどうかなって思っているような、まだ何もやってない人たちに一番刺さるサービスなんですよ。プログラミングスクールって半年で何百万とか何十万とかして高いっていうイメージありませんか？そうですね、聞くところによるとかなり高い。そうですよね、はい。相場としてはやっぱり半年間で何十万何百万っていうのが相場で、なかなか始めにくいっていうのがあると思うんですけど、我々が運営するこのゼロプラスゲートっていうサービスは、1ヶ月で5万円でできるっていうところで、かつ満足いただけなかったら5万円も返金するっていうようなサービスになります。今の9月10月で秋になって、あと半年から1年弱ぐらいでもう本格的に就職活動、自分の人生が決まるっていうタイミングだと思うんですけど、そのタイミングの時にこの半年間人生を変える半年間にすると、穂積さんの人生残り40年50年働くと思うんですけど、その人生が大きく変わるかもしれないなと思って、ぜひ参加していただけないかなと思ってます。
それでいくとこう今自分がやらなきゃいけない理由ってところはまだ見えてなくて、うん、まだ9月10月っていうところなので来年の春まで半年くらいあるので自分の中では結構時間もあるのかなと思ったんですけど、うん、どうしてこう今やらなきゃいけないのかなってところは少し疑問です。例年の就活市場としてやっぱり年明けから就職活動が本格化していってエントリーシート書かなきゃいけないとかゼミの卒論があるとかでやっぱ忙しくなってくるんですよね。毎日面接とか毎日説明会を受けるようになっていくと思うので一番時間かかるのがやっぱり秋から冬にかけての今の時期だなと思ってます。でそこから学知からやらなきゃな何もやってないなと思っても遅すぎることはないと思うんですけど大変になるなと思うので今時間があるうちに行動しておくっていうことが長い人生にとってすごく大事なことかなと思ってます。わかりました、はい、ありがとうございます。以上になります。よろしくお願いします。お願いします。これから多分就職されて社会人人生が何十年と続いていくと思うんですけどご自身でどういう社会人になりたいなとかあります？バリバリ仕事してバリバリお金稼いでかっこいい社会人になりたいです。なんでお金稼ぎたいんですか？お金稼ぎたい理由は将来的に家族ができた時に家族を幸せにしたいなって思います。あ、なるほど、はい、今ってなんか具体的に何かされてることとかってあります？まあ、今あんまりしてないんですけど短期インターンとかワンデイインターンとかは行くようにはなりました、うん、私今32歳になって周りの例えば同級生ぐらいでサラリーマンもいれば起業家もいればいろいろいるんですけど2つに分かれるんですよ。で1つ目が自分に自信を持ってるやつ、もう一つが自分に自信がないやつ、うん、今大学生なんでみんな周り同級生見てて多分差はないんですよ。みんな同じような大学生やってるんですよ。これが社会で10年ぐらいすると全然違いますね。へえ、はい、1個あるのがやっぱりスキルっていうのはあると思うんですよ。これもぶっちゃけてちょっと大学生なんでイメージつかないと思うんですけど社会人同じぐらいで私30代見てましてスキルある社会人は少ないんですよ。じゃああなた何を持って何ができますかって言われても分かんないと、うん、ただ会社に来て言われた仕事を与えられてやってるだけです。だから自信がないんですね。自分で生きれる自信もないですし転職できる自信もない。結論私ちょっとプログラミングスクールの営業マンなんで、はい、まあ、そこのお話させていただくとプログラミングってスキルなんですね。はい、でかつ積み上がっていくスキルなんですよ。うーん、はい、私ちょっと営業マンやってたんですけど、はい、営業って積み上がっていかないんですよ。どうしてもこうセンスとか、はい、運とか環境とか境遇とかっていうところで結構勝敗出ちゃうんですけど、プログラミングって一個一個階段を登っていくようにしてスキルを積み上げることができるんですね。なんで俺はプログラミングができるっていうこのスキルをやれば得ることができるんです。でそれがさっき言った10年後社会人人生の自分に自信があってお金バリバリ稼いでどこ行ってもできるっていうここの要素には絶対になってくる、はい、なぜなら自分がスキルがあれば今何もされてないっていうところであれば、はい、まあ、これからの時代必ず必要になってくるスキルでもあるんでそういうのを早い段階からやっていくと、まあ、他の学生と比べるとちょっと差はつけれるかなっていうところはあります。そうなってくると世の中プログラミングスクールなんて死ぬほどあるんですよ。ぶっちゃけこれよくわかんないですよ。はい、どこがいいのみたいな。いや間違いないです大学生なんで、うん、判断基準2つです。で1つ目が値段です。プログラミングスクールってやっぱりお金かかっちゃうんで大学生なんでそれほどお金ないと思うんで、はい、どうしても高いところは物理的に行けない、なんで値段が安いところに行かないといけないっていうのが1つ判断基準としてあります。もう1つが幅ですね。これから40年間ずっと自分で働いて生きていくと思うんですけど、例えば就職に少し有利になるかもしれないとか会社でちょっと役に立つかもしれないとか、うん、もしくは会社員っていう枠だけじゃなくて自分で稼いであると起業したりとかフリーランスになったりっていう、はい、自分で生きていけるかもしれないっていう選択肢もあるんですね。プログラミングって、まあ、ここは可能な領域なんで、はい、スクール行って勉強して、うん、じゃあ結局卒業した後ここしか行けませんみたいな、ここで手取り20万円ですみたいなじゃなくて、まあ、そこ行ってもいいですし、はい、自分で稼ぐっていう、うん、依存しないっていうこの選択肢も持ちつついろんな可能性が広がる。どうせプログラミングスクールに行くのであればいろんな選択肢があるっていうプログラミングスクールに行った方がいい。で、教えられてる方っていうのがフリーランスの現役のエンジニアの方なんで、うん、先生どうやって自分で稼いでるんですか、家でカタカタやってそんな高お給料もらってるんですかっていう人がやってくれてるんで、はい、なんでその人の考え方なりノウハウもあるんで、まあ、選択肢が広がるっていうイメージですね。っていう意味でゼロプラスゲートっていうスクールに今大学3年生なんで、はい、この1年間多分時間あると思うんで、はい、ってなったらもう1年後は他の学生とは違うレベルなんで、はい、でかつ必ず確固たるスキルっていうのが自分の中に手に入るんで、あとは自分次第です。冒頭言われたかっこいい社会人になりたい、はい、就職してもいいですし嫌な会社行ったら転職できるし自分でフリーランスで稼げるし、そういう未来になっていくんじゃないかなっていうところです。なるほど、買わせていただきますいやーすごいすごいすごいっすね。
今の営業どちらが買いたいと思ったかっていうところと、あとゼロプラスゲートさんとしてどちらが商品の魅力が伝わったかっていうところを判断いただきたいなと思ってます。創世さんです。しょうねってなる。いや、すごかったですね。すごいです。本当にすごいです。じゃあフィードバックさせていただきます。まず1点目は、この営業面接っていうこの面接の形態ですと、3分から5分でポイントとなるのは、いかに相手の核を早く掴んで、その核に対してアプローチができるのかで納得できるのかっていうところがコアになってくるんですけど、その点3分から5分という、 こう時間の使い方がすごくそもそもうまかったなというふうに思います。で、2点目、そこにつながる部分として、営業って大きく分けたら課題と提案の本当に大きく2つだと思う。で、孫さんの特徴的な部分って、将来にめちゃめちゃ目を向けさせてたと思うんですよ。なんで将来に目を向けさせてるかっていうと、課題を作るんですよ。そこの部分が本当に共通認識取れていて、徐々に積み上がっていくよと言ったら、めちゃめちゃなんか嬉しいと思うんですね。これやったらマジで自分お金持ちになれるんじゃないかなっていうイメージができてるんですよ。っていう点で、そこの課題に対して提案っていう部分がすごくハマっていたので、そういう点で営業面接としては素晴らしかった。商品を売ってるっていうよりも、こう夢を売ってるっていう営業のスタイルをされていたんで、感動でした。孫さんから何かありますか？新鮮でしたね。保険と証券以外売ったんで、はい、いやでも絶対売れますよ、もう。ということで、我々が今回営業面接でその扱わせていただいたゼロプラスゲートさんは、お二人が中心になって運営されているということで、今回興味を持って参加されたいと思った方は、下の概要欄からぜひチェックしてみてください。ということで、本日は皆さん貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。